でかくない？ほら、ここドバイの夜景が見えるよね。ほら、すごい綺麗な夜景、うん、ここにお風呂、もうここに、あら恥ずかしい。でもうシャワー別部屋、これシャワー別部屋、ルームツアーして仕方がねえな。お前ら知らねえだろ、このシーザーパレスみたいな名前の、あのめちゃめちゃ有名なホテルがあるんだけど、見てます、この水でっか、うん、見せてあげようかな。ほら見てます、このクローゼットね、でかいやろね、まあ、でかくない？ほら、ここドバイの夜景が見えるよね。ほら、まあ、すごい綺麗な夜景、夜景だな。で、見てもらったら分かると思うけど、ほら、このでもここにお風呂、もうここに、あら恥ずかしい。こんな部屋ど真ん中にお風呂になってもすっごい。でもうシャワー別部屋、これシャワー別部屋、あのこの上からしか出ないやつ、俺このシャワー嫌い。なんでこのシャワーの野郎、もうこのタイプのシャワー好きな人俺と、もう海外大体これ、うん、で、あのこのここトイレないんかい、うん、これがあってこっちもあって選べるって言ったらね、嬉しいよね。で、いつもこっちを出そうと思ったら上から降ってきて、そもう最初はね、もう冷たい水が来て、上から降ってきたみたいな、もう気づかずにね、これにね、よくなる。もうこれもね、100回やったらね、99回やっとうけどね、本当に、みたいな、ね、両方がいいね、なんやけど、本当に、あの、めちゃめちゃ、なんでやろ、なんでこっちがいいやろ、普通に考えられるんだけど、おかしいね。ということで、次のルームツアー。で、もうここだけと思ったらね、違うんですよ、見てください。ここがベッドルームね、ベッドルーム。で、めっちゃ広くね、見て、ここ。ここで掛け麻雀できるよ、掛け麻雀ね。そう、麻雀ね、もうみんな掛けると思っちゃうけど、まあ、掛けない麻雀なんてこれで存在せんけどさ、あんだけ掛け麻雀ができる、これすごいよね。で、見てここ大きい、もう本当に見たら分かるよね、これもう本当にあの何にでも牛乳を注ぐ女のあれよ、みんな知らんか、何にでも牛乳を注ぐ女で、こんな感じだ。で、あ、もうからのここでも麻雀、あ、ここであの賭けポーカーができそう、うん、だってここで4人で麻雀した後にここで賭けポーカーもできるね、まあ、ポーカーであのね、あんとかないと思うけん、賭けポーカーなんやけど、で、ここにもソファーある、ここはオンラインカジノができるね、うん、1人で、うん、ということでここからも夜景が見れるっていうね、めちゃめちゃ広いやろね。まあそのなんでこんなでっかい部屋に1人で泊まっとうか教えてやろうか、うん、スイートルームしか空いてないって言われた。